はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時45分でございまして、2月は24日サタデーですね。はい、日が照ってまして最後の日が入っています。はい、千代田区10度でこの部屋は暖房を消して22度ですね。いい感じでございますね。もうね、喉乾いてね、あれですよ、ビール券料5缶目飲んでしまいましたね、今日ね。1日2回酔っ払うんです。お昼間と夜ですね、寝る前に酔っ払って。コテッと寝て朝起きるんです。はい。そんなアホなこと言うてんと、本題行きましょうか。これは今日の10時40分に出ました。今からですね、半日前ですね、6時間ぐらい前。ちゃうか、5時間ぐらい前か。はい、中央日報でございます。お隣さんの有力メディア。社説、韓国選考委 78.5% 辞職辞退、医師も政府も患者の苦痛に背を向けてはいけないというタイトルでございました。お隣さんも日本と、似ていましてですね、メディアは左右に分かれていまして、この中央日報というのは真ん中やや右ですね、保守系、やや保守系かなという感じですね。行きましょう本文。韓国政府が昨日保健医療災難警報を最上位段階の深刻に引き上げた。首相本部長とする中央災難安全対策本部を設置した。新型コロナのような感染病自体ではなく、保健医療危機のために深刻段階に入ったのは初めてだと。医学部の入学定員拡大に反発する選考委の集団行動自体はますます悪化していると。これね、医者が足りひんっていうんでですね、医学部の入学定員を 1.67 倍にこう拡大しようとしてるんですね。今まで3000人だったのをですね、5000人にしようという計画なんですね。で、これにですね、すでにですね、医学部を出てお医者さんになった若い人たちがですね、何をしてくれんねえつって大騒ぎしてるっていうのが今の韓国なんです。いや、ですね、いいんですけど、らしいなと思いますね。このですね、中央災難安全対策本部中台本によると、22日現在、主要94カ所の病院で選考医の約 78.5% の8897人が退職登記を出し、7863人が勤務地を離脱した。高熱を出した新生児が大雪の中で救急室を転々とした。一部の病院では死亡、健康悪化などに対して責任を問わないという誓約書まで受けている。選考医って多分研修医のことなんですね。選考医も患者の苦痛を知らないはずはない。こうした形の抵抗は医師としての基本倫理を忘却した行動だ。ある大型病院のインターン代表は、監獄に行く覚悟もできている。当時、退職届を出した選考医らが商売を準備したり、雇用センターを行っていると伝えた。ちょっと日本語変ですね。雇用センターにでしょうね。医師が患者をこのように簡単にすることができるということなのか。政府は集団行動が終わるまで、非対面診療を全面許可するなど、医療の空白を埋めるための措置を追加した。警察が診療妨害を煽る内容が掲載されたサイトを、操作するなど強硬対応も続いていると。まあ以下続きますけど、この辺でやめておきましょうか。ものすごいエモーショナルな反応ですね。お隣さんってね、なんて言いますか、こうすぐにカーッと、僕らの感覚で言えばね、すぐにカーッと頭に血が上って、それをですね、行動に移すという
まあ言うてみればですね、最近の韓国でいや、お前らみんな ADHD ちゃうんかみたいなですね、そんな反応がですね、過去にもいっぱい見られました。過去に狂牛病騒動ってあったんですよ。もう十何年前の話ですけど、アメリカのでですね、牛がですね、狂牛病にかかったと。で、そのですね、アメリカから実は一番たくさん肉を輸入してるのは韓国なんですね。あの人たち肉好きでしょ。それで、その肉を食べたらですね、狂牛病にかかるという噂が広まったんですね。それで、なんて言いますか、韓国人は体質的にその狂牛病にかかりやすいと。で、それにかかったら頭の中がスポンジになってみんな死んでしまうというような噂が広まったんですね。結局デマだったんですよ。だってちょっと考えたらわかるやん。韓国人だけがね、狂牛病にかかりやすいなんてことないし。ほいでですね、このアメリカから輸入された肉を食べへんかったらいいだけでしょ。で、ただあの国はですね、低信用社会なんでですね、国産牛ですって店で出されても本当はアメリカ牛やったっていうことがまあまああるわけであって、誰も人を信用してないんですね。日本でそういうことをやるともうとんでもないことになりますけども、向こうではですね、割合本当でないことをですね、息を吐くように言うという人々が多いんでですね、誰も信用できないからですね、こう肉を食わされたらそれが狂牛ちゃうの、狂牛の肉ちゃうのと思ってしまうわけですよ。それでですね、街頭に何十万人もの人が出て抗議をするデモになったんですね。その時にですね、ミョンパクというです、人が大統領だったんですけど、この人はその騒ぎの中でですね、大統領の任期が終わって、その後何かようわけのわからん容疑で逮捕されるということだったんですけど、何なんそれって話です、はっきり言うて。はっきり言うて。そんなんね、君ら本当に嫌やったら肉を食べへんかったらいいだけで、本当にね、こう避けたいんで、肉を食べたいんであればですね、はっきりと信用できる店で肉を買えばいいわけであって。日本でね、例えばイオンとかイトーヨーカドーで国産牛ですって、あれがオーストラリア産です、アメリカ産ですっていうのを大概の人は信用するでしょ。僕も信用しますよ。それ嘘ついたら大変なことになるでしょ。でもお隣さんはですね、息を吐くように本当にないことを言う人々なんでですね、それも信用できないわけですね。そうしたらですね、政府に対して一切アメリカからの肉を輸入すんなという抗議デモをしたわけです。ようわからん。日本人には理解できないデモですね。もうだから国を挙げての大騒ぎになったんです。理屈ちゃうんですよ。ちょっと考えたら分かりそうなことなのを、わーっと大騒ぎするんですよ。今回はお医者さんです。3000人の枠をですね、5000人にすると言うただけでですね、若いお医者さんがみんな辞表やってですね、辞表を叩きつけてですね、その会、病院を辞めるという時代になってるわけです。何をしてんやろうなと思いますね。それをやることによって政府が方針を変えるのかもしれませんけども、政府は政府で医者が足りんからって増やしてるわけでしょう。で、自分たちのこう、気高いというか、地位を守って収入を守るためにやってるわけだって、すごいエゴイスティックでしょう。普通にこう日本で同じようなことが起こったら、どっちかというと、その若いお医者さんたちに対して、お前らはっていう感じの非難がいくと思うんですけど、向こうはいかないんでしょうかね。その辺がよう分かりません。ただお隣さんを見てるとね、こういうこう僕ら日本人の感覚からするとですね、理解しがたいことがよく起こるんですよ。よく起こるんですよ。それが面白いんですけどね。それが面白いんですけども。で、お医者さんっていうのは日本で言えばですね、理系の最高峰なわけですね。東大の理3があってですね、理1、理2にあるでしょ。理1、理2よりも、例えばですね、東京である国立の他の日本医科歯科大とかの方がですね、評価高いわけですね。まあ、そういうくらいの最高なんですけど、お隣さんでも多分同じような感じだと思うんですけども、そのですね、優秀な人たちがですね、辞表を叩きつけてですね、お前らってやってるわけですね、政府に対して。何をしてんじゃろうと思いますけども、やっぱりこれはですね、我々は理解しがたい ですね、お隣さんのエモーショナルな部分ではないかなという気はしますね。
はい、まあ、ということで一応ですね、この読みかけました中央日報のですね、アドレスを貼っておきますんで、皆さんご興味のある方はですね、行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。